新たな舞台とキャラクターで始まる新たな稲妻イレブン。舞台は九州長崎南雲原中での物語。サッカーを忘れようとする主人公笹波運命。彼がそこで見たのは変わり果てたサッカーの姿だった。再び彼の中で湧き起こる思い。共に戦う仲間を集めてサッカーを取り戻せるか。その手で閉ざされた運命を切り開け。そして立ちはだかる強敵たちにどう立ち向かうのか。最後に待ち受けるはサッカーの頂点に君臨するサッカーモンスター遠藤ハル。二人の出会いが新たな英雄譚の始まりとなる。5対5のサッカーバトル。フリースタイルで遊べる新たな試合システム。テレビ画面、携帯モード、指やタッチペン、縦向き、横向き、攻撃方向、あらゆるスタイルに対応。クイックアクションの設定でセンタリングなどのサッカーテクを簡単に繰り出せる。よりサッカーらしいプレイが可能となったことで、さらに超次元サッカーが進化する。クロニクルモード。これまでのシリーズに登場した全ての選手が登場。新たな稲妻キャラバン、稲妻ビクトリーキャラバンが稲妻の全歴史を飛ぶ。クロニクル対戦ルートに過去の選手たちが蘇る。手に入れた絆スターをプレイヤーズユニバースにセットし、絆横丁で仲間にしよう。さあ、自分だけのチームで隠された最強チームに挑戦せよ。好きな選手だけのチームを作ったり、無限ザ・ハンター。オンラインで世界中のプレイヤーたちと対戦したり、エターナル・ブリザード。楽しみ方はプレイヤー次第。フュージョンボール、ワンダーストラップ。稲妻イレブンが今覚醒する。稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロード。